どうも、やしさ120%の男、ブすス島です。配信実況プレイやっていきたいかと思います。ということでね、あずさちゃんでプレイができるということで大変嬉しく思っております。ということで、前回なんかクレヨンを見つけてという感じでございますので、早速やっていきましょう。この部屋はね、まだ全然調べてない。あ、調べたか。というわけで、まあ、早速3階まで来ておりますの、ね、で、ちょっといろいろとやっていきたいかと思います。ここは、 あここあるねポイントあるね何これこれ何なんだろう前から気になってたまあいいやとりあえず行こう3階の探索となっておりますさあ行きましょう何何何んだよなんだよ,なんだよおい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 いきなりかよ何これあら嘘でしょ嘘でしょっていや俺が聞きてえよ 階段が埋まっちゃって <laughs> 埋まっちゃってますねもうやだよなんでなんでなのまあまあまあ落ち着け F カップちゃん落ち着くんだ私たちが…何をしたっていうのよまあ少なくともまあ不法侵入とかは入ってんじゃねえか俺やなあずさちゃん…うん、もうほんとはあずさちゃんよ…ほ、ほに階段がないか探そう… きっとどこかにあるはずだよそうだそうだそんなのわかんないじゃないよかったらどうするの結構あれだねこのあずさちゃんは結構頭ちょっと <laughs> 弱いのかな <laughs> 逃げ回っても <laughs> いつかあの着ぐるみに襲われておしまいよいやいやだからねもうちょっとあれですね悲観しすぎっすねだ大丈夫だよホテルだもん絶対 他にも降りられるる場所があるってまあそうなるまあ、しかもここはラブホテルでございますホテルじゃないですよラブホテルですよここはさっきみたいにうまく隠れながら逃げれば着ぐるみも負けるはずだから <laughs> 負けるはずだからって目の前に隠れてっけどな、えー、何回もな分かってくれたかまあとりあえずスカートを脱いでもらいたいという感じですけどまあとりあえずここはもうどうしようもねえか 階段の道が塞がれてしまっているということでまあ行きましょうここでいけ来られたらここ入れるね何エッジエッジあれかお羊座とかのあれか生産のやつかいやマジ怖えなこれこれ何307号室だ入り口には天王星のリーレーフが飾られてるのかバイオ見てたいだここ入れんのかなあ入れたおおこれ何これ

っていうかまな板ショーでもしてくれるの、うんのか俺どうなんだ何何何よんみお<オ>ちゃん度胸あるなおいおお勝手に進んでます勝手に進んでます何これエロビデオでも撮ってんのかこれビデオカメラってあるけど何これ何あなんだよん 照照明で椅子を照らしてるんだ <laughs> それにカメラもあるそうだねこういう椅子を扱ったことはまあねの？いやーこれは特殊なあれに使うやつですけどこれはなかなかこのはこれで楽しいんですけどねまあ2人扱ったことがあるのかが気になるところですけどまあまあまあいいでしょうおお、うんだなんだ,よなんだよあ照正面向いて正面向いて。 数十分前から録画が回ってるほうしかもこれ、いつも撮影で使ってるやつだほうどういうことだよ録画って、もしかしてこれ、<laughs> 全部ナナの仕業なんだよじゃあさっきの影はおいいけつだ <laughs> 私たちを驚かすための演出だったのかな <laughs> なんだよ、焦らせやがって,て <laughs> なんだよ いほんとだよ出てこいよナナいるんでしょそうだねおい,いんだけどああそこ不吉なこと言うないいケツしやがってこの野郎ちょっと何ちょっとこれはもうああ消しちゃだめよこっちおおら <laughs> なこれここ調べてもつくのかな電源押してもつかないということで他には何かあるかなあ,あここも調べられそうだな。よーし開けてやるぞなんぞ何もねえならどうせこっちもどれお何かある何これろうそくを手に入れたあ,あこれは低温じゃないからあれだな暑いよこれはやけどしちゃうよこれ何かある あ,あビデオカメラを手に入れたうんあと上も見れるなんだよ開けとここれも調べられるな椅子を見立てて誰か立ってるように、うんうんうん、あと何かあんのかなああ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 ,あ物色してたらもうこれダメじゃんもう終わったじゃんあ <laughs> はい、みおちゃん、ジエンド。なんか、物色してたら、やられた。<laughs> なんだよ。あ、やばいじゃん、これ。あ、やべえ。<laughs> またかよ、配信。こんな隠れ方できるんだ。はい、でね、今ね、追われてたんで <laughs>、逃げちゃいましたけど、さっき、あの、ビデオカメラのところまで回収したって感じですね。あれもうないの なんだよあーびっくりしたとりあえず調べて、えー、とホテルの3階フロアマップを撮影したということでまあとりあえず行う行くかなんだよ豚あんな風にやり過ごせんだ知らなかったよこわここは入れないここも入れないもう途中からだからなか理念室ここも入れない あ、ナナちゃんの声じゃん。おおお、何？みよ。な何？今の声って。おおお。ナナちゃん。よしよしよし。お、この部屋からよ。うん。オッケオッケオッケ。うんうん。なんだよ。開かない。なんでよと。なんだよなんだよ。おしゃかめしゃがめおいいふくらはぎ。うん。なんなん。

ん何いやらしいことでもしてんのかこれおいダメだやっぱりよく聞き取れないうんうんうん配信って言ってて言なかったうんわからんわ <laughs> からんけどなんだよ電波がつながってる、うん、おお何何よ<え>しよしよしどれ配信中になってるあお何配信中になってるおおおさっきまでこのホテルの中境外だったのに うん。だけど本当に配信されてるよ。うん<ー>。なな。ストリーマー。おおおお。あに挟まれてる。動けないみたい。おいいねいいね。ちょっとまあちっちゃいけどまあ青かまあ水玉も嫌いじゃないぞ俺は。なに後ろになスケベスなに。いやちょっといいじゃないのこれ。それにこの大量の赤いコメントは何。なんだ文字化けしてねえか。

うん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 うね、ういんい、ね、<laughs> よんうんうんー白まったぜうんおお白ま様だぜうんここから動けないのはいはい助けてお願いオーケーだオーケーだうんどうしたらいいんだろういやドアは無事やるや俺俺部屋に私たちが入れない以上は コメントで指示を出すくらいしか…うんうんいややっぱこのスカートもシャック開けてななんかしつこいけどね…待ってみよううんあれ…なになに…くっ,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 くっ…お前もいんのかよ…とりあえず逃げっぞき…着ぐるみ…こっちに来てる… <laughs> あ、ミオちゃんも焦るんだね うん、まず逃げようぜ。ななちゃんが。なにだよ。よう,うん、離れよう、離れよう。待ってて、ななちゃん。うん。よしよし、離れよう。まず、まずはこいつを巻くことが先だ。ちょっと、これ急がないと、やべ、やべえやつか、これ。ど、ど、どこ、どこいった、どこいった、どこいった。お。負けた。負けた。みたいだね。うん。 ちょっと待ってね。うん。まだ生きてるか？お、大丈夫よ。だ大丈夫よし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 。早くなんとかして助けなきゃ。これはいズワ。<laughs> やばいな。これ、これ,これ触れるの？シーツの山の中に<あ>何か使えるものが入っていたりしないかな？ちょっと待って、伝えてみる。うん。シーツの中に何かない？シーツがさ。 うん、うん。何も入ってなさそうオーケー。ちょっとこの辺とか行けるのかなオーケーだ、オーケーだ。ちっこいけど、ちゃんと動くね。オーケーだ。あとなんだろうこれとかどうだこれどうだこの棒は一体なんだろうクランクじゃねえこれなんだっけバールか違うな。なんかねえの他うこれ何ウィンチか。うん、うん ダメだな。それに、天井にョニツナガテモナサソダシ。オーケソカザネ。ちょっとこの辺触ってもいいこの辺とか。うこれはなんだ重そうな棚じゃ。ャの力で、いつまで持つか。マジかこれとかどうだ

オーケーだ。バルガールバールガールバールのようなものを使えあ、バールで遠くのものを引っ張ってくれたりしない？よしよしよし。確かに。オーケーだ。ーうん。そうそうそう。万能兵器バールだよ。きっと,、うん、と思う。オーケー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 。頑張れ、頑張るんだ。くよかった。よし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 。よね、そしたら今度、ちょっととりあえずもう一回ちょっと失敗を触っておいて。

ああマジかおお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 なおお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 かおお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 おましょとがいきてだ OK だ, OK だ

とりあえず保存させろちょ,ちょっとこの辺とか行けるのかな OK だ OK だちっこいけどちゃんと動くね配信まあ保存した俺はもう無敵よよしよしよしいやーあの豚野郎ほんとにとりあえず行きましょういや怖マジでこの柱の裏入れるとは思わなかったぜ なるほどねよしよし、とりあえず行こうかあの豚野郎、本当にこんちくしょうが散々の目だった、よしここだな来たぞいいケツだな、本当にふくらわりといい,あかあかい開かないとナナちゃん、聞こえるうんうん、なんとかおおナナちゃんでも声いいな うんうん、よかった、お姉さん二人も心配だよのの鍵がかかってて外からじゃ開けられないんだ内側から開けられそうにない私もさっきから鍵を探してみてるんだけどこの部屋、うち鍵が動かないのよ、うん、なるほど<え>うーん暗証番号を見つけ出すしか暗号式なんだあ暗証番号式かななちゃん もう少しだけ待っててオーケーださあ行こうか,かもう少し私も中から開けられる方法がないか探してみるうんうんそれじゃあ何か手がかりを探しに行こうそうだねじゃあちょっと手がかりを探すかしょうがねえいろいろ回っていくしかなんか落ちてるこれ違うかななんかもたもたしてっとさ出てくるんだよあいつ なんだろうここ、あ、入れた。よしよおしよおし。ここ、おいしよし。そうな。OK ーーだ。あなんか今あったぞ。あんまりモタモタして、ほんと冗談抜きっててくるか。あ、ここにも。だからやめろおお、なんだよーお前、ふざけんなよ、こんおーあおお、ちょなんだびっくりしたな。何 絵が飾られて虫の手形がつくて誰がこんないたずらしたんだろうふざけんなよ殺すぞこの野郎って感じだな,なんかあよしよしよしいつものように調べてみようか頼むぜ何本出てくるんなようんーと何もないよかったこっちはあ何もないこっちは売ってないあとなんかテレビかいつもの通りテレビとかってこれ別に何もねえもんな調べては見てるけどこれ 飾られて娘の手跡がついている誰がこんなイタズラしたんだろう知らねえよ本当にごめんな、ね、髪落ちてるなんだこれぜいぶん古いあこっちもなんかあるぞなんだおいい決断あいいねえリネン室の鍵について手にあリネン室の鍵を手に入れた最近常連さんの中で鍵の番号を覚えてしまった人がいるということで鍵番号を変更しました新しいリネン室の鍵は 金星火星海洋星水星ですしかしリネン室に入って何をしているんでしょうかちょっとメモ取るか一応メモを取った金か火水何ださっきあれが部屋,部屋のあれと関係あるのかなこれなんだよこのラジカセさっきからこれん,なんか他にも ああこれ電話か絵画が落ちてしまっているこれは関係ねえかはいちょっと怖いんでまたセーブですよこれあこれで隠れてもこれで隠れてもバレるだろう、これはこれはさすがにバレるだろうあこいつバカだバカだ本物のバカだ こいつすぎるうん、黒に乾杯こいつバカすぎるこんな目の前で目の前で生き現れやがったよあーびっくりしたちょっともう一回セーブしてまあいいやいいやとりあえず調べていこうどういうこっちゃどういうこっちゃ追われてる身にもなってくれって感じだな あ,あぶねえあぶねーこんな連続して出てくんな、ね、い,いやいやこれわかんねえなーどういうことだ金貨金星リリーフがついてるとか言ってたな34室入り口は火星の、うん、番号がついてる火星あ そういうこと、部屋番号か。あなるほど、なるほど。そういうことか、そういうことか、そういうことか。わかった、わかった、わかった。だから304だから、火星のリーフレットついてるから4ってことか、これ。そういうことだよな。ってことは、部屋全部回ってくりゃいいな。OK だ、OK だ。これで隠れても、これで隠れてもバレるだろう、これは。これはさすがバレるだろう。あこいつバカだ、配信。はい、ということでね。 ええと、部屋を調べてきました。まあ、いろんな部屋あるんですけど、まあ、一個ずつ見ていきゃ分かりました。答えは、こうですね。いや、やるぞ。多分、こういうことじゃねえのかな。ふった、4、8、えっ、ー、と、こういうことじゃねえかな。部屋番号のす、あれと合ってるんだと思うんだよ。お、あったお、ビンゴ、ビンゴ、ビンゴ。いや、これくらい簡単だね。お強気だな。

パソコン…何どうしてこんなところに置いてあるの本当だのえどういうことノートとかじゃないの<え>あ…えっとそれはそのなんだよこ今回の撮影に必要で <laughs> どういうこと今回は動画だし急だから。 スマホでで撮るだけでいいってノちゃんが…そうだ、一番最初言ってただろうだ。だ、から…えっと…あ、こいつ工作したんだな。ナナあ、ちょっと怒ってるな。いや、こういう美人にちょっとにらまれるとちょっとずクってしまうね。いいね。あーあ,ーあ,ーあー。ごめんじ、実は友達と一緒にミオとアズサをドッキリに仕掛けようとしてました。なんだよ。 キリー <laughs> やっぱり全部七の仕業だったのね。あちょっとマジ切れしてるな。ごめん、それは本当にごめん。<laughs> で、でもおかしいのよ。何がだよいや、散々な目に合ってるよ。おかしい？うん。事前に友達と話してた予定と違うことばっかり起きるの。なんかこっちは実際には何度か切りつけられてますからね。どういうこと？うん。もともと。 私がミオとアズサを3階まで連れてくる予定だったのよ、うん、仕方なく先に待ち合わせ場所にしてた理念室に来たら、うん、友達はいないしスマホは圏外で繋がらないしなんだよ挙句の果てに理念室に閉じ込められちゃってあら必死に開けようと色々しているうちに今度は棚が倒れてきて身動きが取れなくなってまあさっきごちそうさまっていう感じのあれは見えたけどさじゃあ

こんなね、国宝級のものを持ってる方々がもう殺されそうになったお前、罪重いぞこれ、本当と殺されそうって…<あ>え何全然話が読めないんだけどいや、読めないんじゃなくて読めよそからずっと、血の付いたナたを持ったその着ぐるみに追いかけ回されてるのうん<あ>着ぐるみがナタって…ま、まてよ、何それ そんなのは私聞いてないいや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 ,いやもう何度も追われてるから、うん、見間違うはずないわそうだな <laughs> そのお友達さんにドッキリで襲わせてたんじゃないのなな <laughs> どんな危ないやつと手組んだのちょっとちょっと怖いなこれはなそんな物騒なこと計画するわけないじゃないじゃあ何そのお友達さんが勝手に私たちのことを襲ってるってこと待ってよアズさうん、うん 私が信頼している友達よやっちゃいけないことくらいはわきまえてるわうんそれにその友達って確かに私よりは背も大きいけどあずさどころかみおよりも小柄な子だよあ,あ、そうなのもともとあたしたちの予定では308号室で驚かしたらすぐにネタばらしする計画だったしうん着ぐるみなんて…あ、ほん知らねえのか、えー、そ,それじゃ…あいつはなんで動いてるのよ、えー えガモノわからないわよわたしまだ動いてるところ見てないしあ,ああそうかもし見てたらそうだよな <laughs> あでもドッキリっていうあれもあるしな本当に知らないんだよねうんわかったじゃあひとまずその友達を探さないとだねそ,そうだそうだあそうだったそんなやばいやつがカッポしてるなら 普通にあの子も危ないじゃないあ女の子かじゃあどこにいるのか検討はついてるのうんわからないそっちもずっと電話が繋がらないのよあらそっかじゃあ気をつけながら探そうそうだねおぉこうはまずちょっとこの部屋をいろいろ調べるかなんか見づらいななんかねえか もたもたしてるとまたあいつ、お、なんかあるぞ。もたもたしてるとなんか出てきそうだしな。ちゃちゃちゃとか言いなきあの BGM なってマジ怖えんだよ。こうこうこう。あ、お、なんかある。棚が倒れている。それだけかい。棚が倒れてるだけかい。あとなんかねえのか。こっちの方にもなんかハテな出たんだよな、さっき。 はい、ということで何もないんで行きます。もう何もねえや。おうお,うおう、なんだよ、なんだよ。サ階で落ち合う予定にしてたから、この辺りにいる気はするんだけど、うん。しら。階段ねえよ。それが。上がってきた階段が実は瓦礫で塞がれちゃって。そうだよ。えじゃあ、あの階段降りられないのうん。そう だから困ってるのよ。うんうん、他の場所を探さないと。うん、あそういえば、確かこの隣に非常階段が。ほ本当。おおおおおあ、ほら、あったここの奥入ったところに。うん

うん、おらおら。ななもいくよ、うんう。うん。ちょ、ちょ、ちょ。あ、あ、あお,お,お。こっちって。行けるのか。<laughs> こ,こ、入れるか。おっしゃ、あ。来た来た来たあ、オッケー、オッケー、バレバレ、ポーイントバレバレ、ポーイントいや、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 いや。ちょっと、ここ。何号室か、わかんないけど、入っちゃったよ、とりあえず、部屋。<laughs> マジだよ。こわ。

に、私もあそこまではできないのよ。<laughs> マジ怖え <laughs>。そううわ、あまじかちょっと保存しようぜ。どっかでここなかったかな。なんかよしよしあった。あった。あった。よし保存しとこはいということで、今回はななちゃんでございます。いやー水玉でございますよ。よ <laughs> いやーまあまあそんな話はどうでもいいんだよ。はいということでね。今回は3人合流したというところでね。 終わりにしたいかと思いいますいやーなナなちゃんの失敗もちゃんとポヨンポヨン揺れるわけですねいやーなかなか焦りましたけどね今回は正直ねカットしてると思うんですけど結構死んでます <laughs> 豚にやられてましたねうんはいということでね大体いつもブス島動画20分くらいでやってるんですけど 今回のこの配信に関してはちょっと結構切りのいいところで切っていこうかなと思いますねちょっと長めの動画になってるかもしれませんのでその辺はご了承くださいということで今回はこれくらいにしたいかと思います最後までご視聴ありがとうございましたそれでは失礼いたしますブス島でしたではでは 遺作ですじゃあおめえが行けよ宗つこあいつほんと腹立つな頭蓋骨の目の部分に何やら入ってることに気付いたそうこれこれこれ何か覚えてたこれが0721ってますけどこの辺が素晴らしいっすねみつ何ビビってんだよ、うん、まあやつはプロだけどなうん常識では考えられない発言コンストラクション薄島あなたが体験するのは明日かもしれない